僕はこの日をとっても楽しみにしていました、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本語お上手ですね。ここまでです。実は、6月1日に日本の武道館でライブをできることになりました。おめでとうございます。全部皆さんのおかげです。はい、はい、6月1日になんと日本武道館で開催いたします。いや、盛り上がってますね。そうですか。ね、これ実はですね、韓国のアーティスト史上 CD メジャーデビューから最短での日本武道館公演となります。どうも영광스럽게생각을하고요。とても光栄だなと思います。武道館公演이라는곳을사실아무나할수없다고들었고요。武道館での公演は誰もができるわけではないというふうに聞いています。일본데뷔를하는것만으로도굉장히기쁜데그런좋은곳에서이렇게여러분들과함께호흡할수있어서굉장히기쁘게생각하고기대하고있습니다。日本でデビューできるだけでも嬉しいのに、そんな素晴らしい場所で公演ができるということ、そして皆さんとお会いできるということで非常に嬉しく、また自分自身もとても楽しみにしています。그여배우들은하고싶은분은진짜너무많은데무슨뭐아야세하루카日本の女優さんご一緒したい方本当にたくさんいるんですけども、아야세네가능하다면できれば。はい、그리고캐릭터는좀말이없는걸로제가말하면아직부족하기때문에。そういうキャラクターとしては無口なキャラクター、まだまだ日本語が未熟ですので。努力します。그리고같이하고싶은가수는너무많은데일단저는그음색적으로볼때원오케이락이라는그그룹원오크로크원오크로크그리고쿠보타산쿠보타도시노부산네오쿠보타도시노부산할수있다면같이해보고싶습니다。もしできればご一緒したいなと思います。公式的な活動で挨拶することが初めてなのですごく緊張しています。実は僕は外国から来た歌手ですけど、温かい視線でこれからもたくさん応援してください。アーティストとして俳優として、韓国のように、韓国の活動のように一生懸命頑張りますから、これからも応援してください。はい、ありがとうございました。